こんにちは、吉田さん。まあ詐欺師ね、いろんな言い方ありますけどもね、どうでしょうね。やっぱり信頼してくださる方がいて、信頼してくださらない方がいてっていうところかなと思いますね。まあでも本をね、やっぱり出していたっていうのは吉田さん大きいと思います。書籍があるっていうのは、やっぱり一線を画すものがあるかなと思うんですよね。まあ電子書籍の時代っていうのもありましたけども、やっぱり電子書籍を出してることよりも実際のリアルな本を出してるっていうのはちょっと大きいかなと思いますね。やっぱり人っていうのは先入観でできてますから、電子書籍もね、まあそうなんですけども、やっぱり書店がこれだけ減った時代でも本ですかね、すごいと思いますよ。やっぱり生涯にね、何度か本を出す経験っていうのはいいんじゃないかなと思います。まあ、考えてみれば電子書籍ってものが私をね、そのこの世界に導いたということも言えなくもないですし、まあ、最初はスマホアプリってことだったんですけども、スマホアプリって何かなと思ったら、スマホの中にあるアプリのなんかその電子書籍のことだったんですよね。まあ、当時はそう、Amazonのなんですか、Kindle ですか、Kindle っていうのがまだ発達してなかったんで、まあ、別の方法でね、Apple Store かなんかで出したのかなと思いますけども、今は Kindle で手軽に出せるようになってね、で逆に手軽に出せるようになると、まあ、あんまり商品価値ってのはなくなるもんで、難しいと思ってるものを商品化することの方がやっぱ効くんだなと思いますね。で、私はやっぱりね、吉田さんがね、詐欺師と言われてるとは、まあ、全く思えないんですよね、今までずっと。やっぱりこう誠実で一線を画していて、最初の取っかかりが、やっぱこう地道にやってる人なんだなってところで、なんか怪しい人っていうふうな切り口ではないような気がするんですよね。どちらかというと、そのいわゆる怪しい詐欺師みたいな、プロダクトローンチみたいなスタイルを取って、自分が動画に出てね、こんな、あ、そんなに売れるんですかみたいな、びっくりしたようなやつやったりとか、インタビューはして、それだったら完璧に儲かるじゃないですかみたいな、詐欺師みたいなことをやったのは、私のね、2013年から2015年ぐらいだったと思うんですよ。まあ、ですので私はね、やっぱ自分自身で、まあ、情報商材を扱っていたとも言えますし、それから今でもね、ご案内するビジネスとか、まあ、暗号通貨にしろ何にしろあるんですけども、じゃあそれが全ての人を、豊かさに導いたかというと、なかなかそうも言えないところがありますね。やっぱりあれなんですよね、どんな情報もどんな儲け話もそれを扱えるかどうか自分次第であるってこと、それが詐欺になるか、それとも打ち出の小槌になるかも全部自分次第かなと思うんですよ。いい例が FX で、私は FX で、まあ、お金をこれからずっと生み続けられるような人間になりましたけども、同じ FX で破産する人もいるんですよね。まあ、ですので FX が悪いわけでもなければ、暗号通貨が悪いわけでもなければ、情報商材と言われるものが悪いわけでもなければね、ネタが悪いわけでも情報が悪いわけでもないんですよ。それを扱えるかどうか、扱うっていうのの中にはその情報を遮断するっていうのもあります。だからインチキな情報だなとか、関わんない方がいいな、自分にとってはマイナスになるなと思ったら、それをすぐに見抜いてお別れしないといけないというね、こともありますよね。それもね、 ICO っていうのは私がね、早くできたのは、 ICO っていう暗号通貨における ICO っていうのはすぐに手を切ることができたっていうのが私にとってはラッキーだったと思うんですよ。ただやっぱりね、暗号通貨系の儲け話っていうのは、こっちがダメだった時のためにこっちの暗号通貨、こっちの暗号通貨がダメだった時のこっちの暗号通貨みたいなことやってるから、やっぱり全部が暗号通貨っていうのはね、つながってますんで、同じその暗号通貨っていう業界全部がこけた場合は、弱小通貨っていうのはどんどん消えていくみたいなことがあって、そのロジックもやっぱりね、学んでいかないと身につかないことと、あと諦めるっていうね、決断もいますね。もうこの道で自分が成功するのは無理だなというふうに見切りをつけて、その世界に入っていかないみたいな感じです。まあ、例えばね、私がね、もうブログをやめてしまったとかね、サイトアフィリエイトをやめた原因の一つがマトリックスアフィリエイトみたいなのに引っかかったっていうのもあるんですけどもね、マトリックスアフィリエイトバキューンみたいなんでね、いや、私アクセスをね、集めることをすごく悩んでいたんで、じゃあ2チャンネルアフィリエイト、マトリックスアフィリエイトみたいなんで、手軽にね、アクセスを集め続けられることができるんじゃないかなみたいな、そんな隙が生まれたところに、まんまとその商品っていうのが私の目の前にあったというね、真面目にコツコツと学んでいったんですけども、全て無駄になってしまいましたね。まあ、やっぱりね、これ今日の動画の最後ですけども、サポートというかね、サポートですね、サポートが途中で消滅するともう手も足も出ないです。ただサポートがずっといてくれて、
つまずいた時にいつも答えてくれるって環境があれば、やっぱりね、徹底的に頑張れると思うんですよ。その結果、頑張れるから質問することがないっていう状態にはなると思うんですけども、ただやっぱりね、サポートが消えてしまうと、まだコンテンツの配信も途中だし、なんかアカウント作ったぐらいだったんですね、マトリックスアフィリエイトは。ひどい話だったんですよ。ちょっとまた思い出したんで言いますけど、マトリックスアフィリエイト、いろんな概念はお話しくださってたんですけどね、メタ流星って人が。で、マトリックスアフィリエイトの、じゃあブログのアカウントを取りましょうみたいな動画を送られてきたんですよ。で、アカウント取って有料化して毎月の課金のクレジット登録をしてみたいなことをやって、さあこれからじゃあどういうふうにテクニカル的にやるのかなと思ったら消えたみたいなね。だから本当にね、ライブドアブログのアカウントを有料で作るところで終わって、それにかかる費用が100万みたいなね。最初は50万ぐらいだったんですけども、なんかこれ極秘情報セミナーですよみたいな、プラスアルファプラスアルファプラスアルファで来られて、結局100万ぐらい払ったと思うんですよ。あれはね、情報所得に払ったとは言えない、ただなる引っかかっちゃったですね。やっぱりね、信用の向こうに詐欺があるというね、とんでもないことだなと思いました。まああれはね、あれはちょっと痛かったなと思いますね。ああいうところでも、いわゆるインターネット系のものってのは全部がまがいものって思った人もいるのかなと思うんで、私の場合は全体をこう俯瞰してみれたなっていうのと、別にあれ頼みじゃなかったんで、別の収入もちゃんとあったんで歩んでいけましたけども、一発目に当たったのがマトリックスアフィリエイトだったらもう相当懲りたでしょうね。本当になんか恨みつらみの世界になるかなと思いますね。私は幸いにして自分の速稼塾っていうのがずっと利益を生み出してくれたんで、大きなダメージはならず、精神的にもね、金銭的にもなりましたけど、はい、結論なんですけども、自分が販売する商品というのがあります。私もあります。自分が販売する商品が初めて購入する商品っていう方もいると思うんで、そういう方への配慮もしながら、これからもね、やっていかないといけないなと思った私ございました。では8月31日、今年の夏も終わりましたね。海行きましたか？海へ。山へ行きましたか？山へ。楽しめましたでしょうか、今年の夏ね。9月になりましたんで、これから秋のそよ風吹いてきます。秋には秋の楽しみ方があると思いますけども、私はもう一回、夏を楽しみたいなと思いますんで、もう一踏ん張りね、させていただこうかと思います。それではサンマが来る前の愛をもう一回いただきます。 Are you ready?